はい、どうも、妖怪チップニップに今回もやっていきます。12日目。はい、今回もね、ガシャ回していきましょう。といってもね、3赤ハイポイント溜まってないんで、メイン赤だけでね、ちょっとメイン赤最後に回します。で、一応今回のね、キャラ出現率アップがラストチャンスって書いてないけど、まあラストチャンスかね。うん、なんか今回期間短いね。うん、新キャラ、でもラストまでだね。うん、まあ確率よりちょっとね、いい感じですよね、ラストチャンスだとね。スタンプはまたあれかな、こっち見た方がいいのかな。最後はダッキさんのね、3姉妹のキャンペーンか。 Y ポイント500を120円で購入できる。なるほどね。あ、ガシャスタンプが豪華になった際は、アニマスじゃなくて YSP ウォッチと L だ。なるほど、なるほどね。まあコインはいつもね、中身はいいっていうコインですね。SSS 以上出た方いらっしゃいますかね。まあ行きましょう。そして対抗棒、対抗棒のアップか。なるほどね、ダメージアップね。これで倒せるのかな、対抗棒持ってる人ね。はい、じゃあまあちょっとね、ガシャ回しましょう。このアカウントは2番目のアカウント、でも121連勝すごいよね。横取りチケットがね、確か落ちたんだよね。調布っすか、あれなんかね、落ちたの。時計の書もね、ほら落ちた。うん、で2枚ね、5枚交換できる。あと1枚ね、交換できればウィスパーまでいけるんだけど、という感じで、このアカウントも1枚落ちまして、3赤トータル8枚ドロップって感じですね。はい、であとはこれは G はもうやっちゃおうかな。 G はね、もう4冊だからもうやっていいんだけど、ちょっとなんか時間が取れなくてやってなかったな。さあ行きましょうか。大きいになって特にミッションはないのか。前回のコキビちゃんみたいなミッションはないみたいですね。じゃあ残念ながら10連コインはね、3赤回しましょう。この謎のコインね。あ、ちなみに時計はね、完成してます。あとで見せるか。あぶねえ、ワイポイント足りなくてよかった。あれ？あった。行きましょう。このコイン何だったんだろうかっていうね。まあでもね、必殺の秘伝書がいっぱい溜まったかなっていうね。なんだろうね、このコインなんで配ってんだろうね。妖怪たくさんゲットさせるためかな。まあね、最近始めた方とかもいるからね。最高、ポン。おお、いいね、いいコインでした。はい、というわけでこのアカウントはまあ横取りはあと1枚ドロップすればいけそうで、時計はね、黒い妖怪ウォッチ完成できました。サブアカだからとやれました。あとは必殺の秘伝書もまあまあ溜まって、めでたしめでたしという感じですかね。はい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。10連コインは SS しか出ないな。じゃあ3番目のアカウントいきます。はい、これ3番目のアカウントで、このアカウントがね、落ちてんだよね。時計、踊りチケットが5枚ドロップしてますね、交換してないのに。悔しいんですけど、ただ周回はほとんどしてなくて、ここまで行ってからね、ほとんど周回してないですね。残念すぎるな。そして、あ、時計の生じたのメインアカウントだ。まあ、時計の書もね、まだやっ
てないんだけど、5冊あるんだよね。うん、ただ7冊いるんだっけな。9個と24個、33、あ、17冊でした。17冊はきついわ。どうなんだろうね、時計の書は次のイベントもあるのか。まあね、 YSP ウォッチとかね、あんな1冊2冊もらってもしょうがないもんね。まあでも収穫のあるイベントだったかな。なんかあれかね、イベントごとに、今回黒い妖怪ウォッチメインだったけど、なんかね、イベントごとに違うアカウントが目玉だといいね。あ、うん、そっか、まあ、こういうね、あんまり揃ってない、うん、クーラーいっぱいだもんね。そういうユーザー用かな、このガシャは。お、太鼓棒。うん、まあ武士ニャン流砲でせいぜいかな。 SS はまあまあ出ましたね、硬いとかね。あ、でも硬いは普通に倒せるか。今じゃ SS なんて A ランクみたいなもんで。さあ行こう、金。うん、あ、やったスキル出た、いいガシャじゃん。え、めっちゃ嬉しい、スキル出ました、やった、いいコインだったという結論に至ります。一応ね、このアカウントも必殺の秘伝書、まあ周回足りないけどね、まあ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 じゃないですか。うん、時計の書はいつ使ってもいいもんね。はい、じゃあ3番目いきましょう。特にないね。はい、じゃあ、あ、じゃあごめんなさい、メインアカウントやっとガシャ引きます。はい、メインアカウントですね。181次回優勝、チケットは3枚ですね。なんで交換すれば8枚で、まあいけるっちゃいけるんだけどね、ちょっともう1枚なんか欲しいなっていうことで、ちょっとね待っちゃってるね。まあもういっちゃおうかなと思います。4枚ねもうドロップしてるんで、保険もいっぱいあるんでね、はい、もうこれね、このガシャ終わったら行っちゃおうかなと思ってます。で、時計の書はね、なんか久々に落ちて、うん、周回してれば、なんていうんですかね、3日に1回ぐらい落ちる感じかな。うん、これで時計の書4冊目のドロップはね、メインアカウント180勝で4回だから、まあそうだね、うん、200連勝すれば、50連勝に、50勝に1回ドロップみたいな感じなのかな。どうなんだろうね。うん、まあだから周回してればそこそこなんじゃないかな。うん、2日に1回横取りチケットか時計の書どっちかドロップって感じかな。うん、でも今回 Y ポイント5ポイントぐらいしかもらえなくてひどいよね。うん、まあでもいいや、超必殺がもらえたしね、よしとしよう。横取りチケット3枚、まあだからギリギリ負けなければね、ちゃんとウィスパーまでゲットいけるのかなと思います。ああそうだ、あと天使の時計の書か、あと決勝のスコアも終わってっていう感じですね。まあでも黒い妖怪ウォッチ持ってるから、うん、あれですね。で、結局メインアカは横チケ2個ドロップ、時計の書4個、2番目のアカウントはチケット1枚、時計の書2冊で、3番目のアカウントは横取りチケット5枚の時計の書3冊ということでね、時計の書は4、2、3、8冊横取りチケットも8個、まあこんなもんなのかな。 8冊ずつ、8枚ずつドロップという感じでした。まあでもいいんじゃない、作品でしょう。あとハオリンネじゃねえや、ハオリンネはあれだけど、天使エンマがね、限界突破マックスいきましたかね。これはまさか、いっか、これせーのドン、まあ、こんなもんっすね。じゃあちょっと一回落として、ラストチャンス。でもどうなんじゃ、コキビちゃんいたらいけ
けんのかな、ウィスコンって。いやなんか大特攻来るかなと思ったけど対抗棒だったね。最後またこの強力の腕輪だよ。今回サバーカ頑張るべきだったな。来た、さすが。やっぱラストちゃんすげえな。コキビちゃんも10連取ったんだよな。しかも全部金がないし。さあラスト行きましょう。ポン、誰くんだろう。あでも Z 以上だから大きい陣かもしんねえのか。おお妖精だ、なるへそ、なるほど。妖怪三国志と一緒でこっちでも対抗棒ゲットできないのか俺は今妖怪三国志の世界では対抗棒持ってない人の方が少ない、そんな世界だな。プニプニだと天地師も持ってたね。妖怪三国志で今天地師と対抗棒両方持ってない人って多分すごい少ないんじゃないかなっていう感じのね、低いあれですが、まあちょっとね今回10連でコキビちゃん10連で妖精出れたからまあ良かったかな。妖精ってしかもミッションがあるんで、うん、妖精ってダメージダウンだけだよね確かね。でも妖精ミッションがあるんでいいね、限界突破できたらさせてあげたいという感じで、はい、とっととね、横取りね、まあ必勝を期して全部ね、あのなんていうの、横取りチャンスタイムにすれば負けないだろうさすがにという気持ちでね。私不思議、最近今回のイベントって妖精とコキビちゃんが当たり枠だよね。うん、これ種族効果アップでしょ。もういいよねこれは、もうねもう無条件で使っちゃうっていう感じですね。今回この2体揃えられたらまあまあなんじゃないでしょうか。ダメージダウンだから別にね、あのレベル上げも特にそこまでしなくてもいいし、これだね、ダメージアップでウィスパーいるとダメージアップでダメージダウン、いいね。はい、というわけでいつものまたギリギリ攻略いけそうだなっていう感じがしてきたのと、不思議がこれでシュラコマはついに、クリスタルシュラコマついに卒業かな。うん、仙人になれるほどの実力者、これ何山って読むんだろうね。変化の術を得意としており、妖怪三国志ではねコキビちゃんに変身しておりました。はい、妖怪三国志ではね転生ランク、まだ3体しかいない転生ランクの1体になってるので、ぜひね妖精プニプニでねもう一回出るときには、はい、ぜひ次次郎神君妖精になってると思うので、まあもう一回あるとしたらね、はい、また妖精出てくるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今回こんな感じしますね。ガシャ10連しか回せなかった割には良かったんじゃないでしょうか。このねスキルもね、いいね。大き陣持ってねえんだな、残念。これは私でも大き陣をね今年ゲットしたんだよね、妖怪三国志ではねピックアップでね。なんでまた次回にでもねゲットできればなと思います。ダブルスキルは極吹雪姫がサイズ4以上でデカップに消すと技ゲージアップか。でよいしょ、天地師が良かったね確か。なんか天地師はこれ限界突破マックスまで行きました。
溜まった状態でスタート。まあレッドランクだから悟空に必要なんだけど、まあまあでもいいよね。ただ顔がね、エンマににこった顔だからな。まあでも一応限界突破したからヒットポイントもね4桁になりましたんで、 ZZ 級のね、強さになったんじゃないでしょうか。ゴクロチがもうすぐ技レベルマックスだな。はい、という感じですね。はい、じゃあ今回こんな感じです。まあ次ぐらいにね、ダッキさんか横取りが終わってるんじゃないかなと思います。はい、私はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、リンネは限界突破どんぐらいかな。なんかやたら展示士ばっか出たんだよね。だから展示士が限界突破できちゃいました。リンネは5凸までか、限界突破5ですね。はい、じゃあすいません。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。永遠に苦しみなさい。そっか、プニプニじゃなくて三国志もリンネ来そうだな、天性。